このねじねじに動きがあって可愛いですよね。チキチキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。朝はバタバタしてて忙しい。髪の毛もある程度整えたいけど、そんな時間もないし不器用だからさらに時間がかかっちゃう。そんな忙しい朝にじゃん、このゴム1本でできちゃうのに楽に簡単にそして可愛くなるアレンジを紹介します。髪を巻いたりせずに寝起きの状態の髪の毛からもできる簡単なアレンジです。朝バタバタでいつも髪の毛は適当に済ませている、時間がなくても可愛いアレンジができるようになりたいっていう方、最後まで必見です。はい、では早速やっていきましょうか。まず私の髪の毛の状態は見ての通り寝起きの状態です。もう巻いたり一切してません。寝癖がちょっとついてる状態で、ブラッシングをして軽くオイルだけついている状態です。この状態でスタートします。はい、ではまず一つ目、まずは髪の毛を後ろで一つにまとめていきます。高さはだいたい耳と同じぐらいの高さですね。この状態で右手で髪の毛を一つに持ちます。そしたら左手でゴムを準備してもらって、まずは1回通す、ねじる、2回目通すときにポニーテールの毛先を出さずにストップ。この状態でゴムビーッと引いてくるっとひねって、次にはめれる状態を作ります。この状態でこの左手の内側から入れて毛先を持って、時計回りに毛先を巻きつけていきます。もう右手が入んなくなったら内側から入れて毛先をくるっと持ってくる。はい、これで毛先がもう巻きつけれないとこまで来たら、この引っ張っていたゴムでキュッと止めます。こんな感じでピシッとした状態でももちろん可愛いんですが、軽く表面をゆるーくほぐしてあげるとまたね、もうちょっと華やかな感じになってより可愛くなるかなと思います。前から見るとこんな感じです。で、横の部分もまだピシッとしてるので、もちろんタイトなままでも可愛いんですが、耳上から軽く4箇所ぐらい、1、2、3、4ほぐしてあげると動きが出て可愛いんじゃないかなと思います。意外とねゴム1本でもちゃんとしっかり止まってて崩れる気配もないのでおすすめです。はい、じゃあ次2つ目、まずは髪の毛を耳上の位置で上下に分け取ります。もうざっくりで大丈夫ですね、本当に適当で大丈夫、大体耳上のところで分けてください。そうしたら上の髪の毛を結んでいきます。で、この時に下の髪の毛一緒に結ばないようにこうね避けながら結んでいくと痛くないかなと思います。で、最後は結びきらないお団子でストップしてください。毛先は下に降りている状態ですね。次は下に降りている髪の毛全部一緒にまとめて持ってください。で、この毛先を2つに割ります。そうしたらこの2つをねじねじしていくんですが、ねじねじする時にちょっとこう上に持ち上げながらねじっていってください。なんでかっていうと、この毛先を今からこうねお団子に巻きつけていくので、下に向かってねじねじ作っていってしまうと巻きつける時にどうしても下がボヨボヨになっちゃいます。なのでこの毛先をねじねじする時は必ず上に向かって引っ張りながらお団子に巻きつけるっていうのを想像しながらねじねじしていってください。で、ある程度ねじねじができたらそのままお団子にくるっと巻きつけます。で、最後は最初に結んでいたゴムを1本出してもらって、その中に毛先を入れ込む。で、完全に毛先を抜き切るんじゃなくて途中でストップしてもらってキュッとお団子の状態で止めておくと毛先が目立ちにくくていいかなと思います。はい、そうするとこんな感じです。このねじねじに動きがあって可愛いですよね。このままでももちろん可愛いんですが、最後軽く表面をほぐします。だいたい指2本分の間隔でほぐしを進めていくとバランスがよくほぐせるかなと思います。はい、で前から見ただけも可愛いように軽く耳上から1、2、3、4箇所ほぐします。はい、そうするとこんな感じで完成です。じゃーん、どうですか、これもめちゃめちゃ可愛くないですか。なんか動きあるのにね、まさかこれがゴム1本で止まってるとは思えないですよね。ぜひこちらも参考にしてみてください。はい、では最後3つ目やっていきたいと思います。まずは髪の毛を手ぐしで後ろにザーッと溶かします。この状態で髪の毛を3つに分け取ってください。そうしたら三つ編みを進めていくんですが、この三つ編みはギュッとした感じじゃなくてふわっとちょっと緩い感じでやっていきます。まずは左の毛束を真ん中に、次は右の毛束を真ん中に、次は左を真ん中、もうギューって絞らなくていいですからね、ふわっとしてください。右を真ん中なので三つ編みの回数は結構少ないかなと思います。もうだいたい三つ編み3回ぐらいできたら OK です。
そしたら毛先を全ごちゃ混ぜにして2つに分けます。でここでやっと三つ編みを絞る。絞った状態でこの毛先を前から後ろに向かってねじります。でそのまま内側に丸めていって、この毛束を交差させてお団子に巻きつけます。そしたらこれであとは側面をゴムで留めていきます。はい、こんな感じです。結構このお団子はギュッと本当にしっかりと巻いてくれるので、ちょっと今日は激しい動きしそうだなっていう時とかもすごくぴったり。もちろんこのままでも丈夫でね、すごく可愛いんですが、最後に軽くほぐすともっと可愛くなります。緩さが欲しい人はほぐすといいですね。まずは真ん中ほぐして、指2本分の間隔でこのお団子に対して扇状になるようにほぐしを加えていきます。ちょっと結構ねしっかりきつくなっているので、ややほぐすのに力がいるんですけど、あんまり力入れすぎちゃうとボヨーンってなっちゃうので、気をつけながらほぐしていってください。でお団子の部分も軽く縦にほぐすっていうよりかは横に花びらを作るような感じでほぐしてあげると形が綺麗になりやすいです。横に平べったくほぐす感じですね。はい、そうすると後ろはこんな感じです。あとは前から見た時も可愛いように、真面目でピチッとしないといけない時とか、運動する時に緩さよりもきちっとしたい時はこのままでいいんですけど、横の部分もしっかりほぐしてあげると緩さが出て可愛くなるかなと思います。この時に気をつけてほしいのは、がっしりしたお団子なのでほぐす時に勢いよくビッと行き過ぎないように気をつけてください。耳の上をね3分の1ぐらい隠してあげるとよりルーズな感じに見えやすいです。こんな感じ。はい、では3つ目も完成です。じゃーん。これねやってみると分かると思うんですけど、本当に結構一番丈夫なぐらい丈夫。運動の時でもお仕事の時でもお出かけする時も全部に役立つアレンジかなと思うので、ぜひこちらも参考にしてみてください。はい、というわけで今回は朝バタバタして忙しい時でも簡単に可愛くできるアレンジを3つ紹介していきました。見ての通りこんな風に寝癖のボサボサな状態からでもまとめ髪にしちゃえば寝癖感も打ち消せるし、なんならちょっと寝癖で癖があった方がアレンジってしやすいかなって思うので、今日紹介したアレンジ本当に急げーって時におすすめです。あとはほぐし加減でピシッとしなきゃいけない時だったりとか、お出かけの時でもバタバタしてない時でも使えるアレンジになるので、ぜひ覚えて使ってみてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。 LINE を追加していただくと期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加をお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。